マニラで夜遊びするなら知っておきたいこととは。身近な南国リゾートで人気のフィリピン。夜遊びはマニラが有名だが、ここでの注意点をご存知だろうか。マニラの夜遊びで気をつけたいのは、マニラといえば、最近はすっかり夜遊びのスポットの知名度をアンヘレスに奪われた。このマニラは、夜の時間帯の治安はアンヘレスと比べてそれほど良くない。特に、 マピにあたりは気をつけたい。とは言っても基本的にフィリピンは軽犯罪が中心であり、強盗がよく出る場所を避ければ、それほど緊張することはない。むしろ新宿、歌舞伎町の方が暴力沙汰が多いほど。日本語で気安く話しかけてくる人はスルーするようにしたい。これは現地人は当然として、現地に溶け込んだ日本人も同じ。フィリピン人とグルになって、慣れない観光客を騙すやからがいるからだ。 また、昏睡強盗を狙ってくる場合もあるので気をつけよう。マニラベイカフェでよくビリヤードを一緒にやった現地在住のアトーさんは、これで12万円ほど失ったことがある。怖いのは、大人っぽいフィリピーナが実は未成年だったりするケース。ことに及んだ後では、グルになった男性からの恐喝などがあり、相当まずいことになる。事前にしっかり確かめておきたい。マニラに限らず、 フィリピンの人たちは人前で恥をかかされると強く根に持つ傾向があるので夜遊びの際はトラブルを起こさないようにするあくまでも外国に来た時はここに来させてもらっているという謙虚な気持ちを持つことが大切ちなみにタクシーは個人的な印象としてはベトナムなどよりもずっといいものの特にマニラのドライバーは乗車拒否したり上乗せを要求してくるのが通常なので 夜遊びでいちいちイラつかないようにしたい。夜遊び以外のマニラの魅力。マニラというと多くの日本人にとっては夜遊びのイメージが確かに強いが、意外と健全な楽しみ方があるのはあまりに知られていない。夜遊びにくくれないものもないが、カジノを楽しみたいなら、高級志向で中国人や日本人にも人気のある岡田本格的な和食を楽しみたいなら、マカティの リトル東京遺跡なら城西都市イントラムロスちょっとした遊園地ならスターシティ1800円ほどで入浴と1時間のマッサージ食べ放題が翌朝まで楽しめるウェンシャスパまた首都圏を少し離れれば例えば避暑地の多賀遺体や綺麗な海で有名なバタンガスダイビング大好きのナオはマニラの空港から3時間以上車を走らせて アニラオサンビーチでダイビングを楽しんでいた。本格的な遊園地ならエンチャンテッドキングダムに。ビジネスや投資を考えているあなたにとって、やはりフィリピンの中で最も人口が多く、様々な人が集まっていて、選択肢が広いマニラにはチャンスが豊富にある。黒人女性やフィリピンの友達とマニラでの夜遊びにハマったのは、バイト時代の友人タカちゃん。同じマゾコンの彼は、 ドイツのジュッセルドルフにしばらく住んでガツンと人生逆転を図る。